ち上がれる方は立ち上がって一緒に歌の季節を賛美していきましょう。
拶タイムにしたいと思います。Thank you.
Hey!
光が満ちないところはありません。ハレルヤ、あなたは私たちに新しい目でまだ見たこともないことも聞いたこともないことを用意してくださっています。どうぞ受け取っていきます。主よ、ハレルヤ。誰も見たことのないことが今
私は飢え渇いてあなたの川、命の水の川を求めます。その水を、御霊の満たしを、御言葉による満たしを私たちは求めます。主よ、どうぞ私たちに聖霊の火を下してください。異なった火を持ってあなたに近づいていくことはできません。主よ、聖霊の火を下してください。私たちのうちに、またシャローム教会に、この日本の教会に聖霊の火を下してください。そして命の水の川を溢れさせてください。あなたにあって教会が回復していくことを願い求めます。アメン、感謝します。そして必ずこの地を、海が水を覆っているように、あなたの栄光を知ることがこの地を覆うようになります。すべての人があなたの皆をあがめるようになり、あなたの栄光を知るようになります。そのことを信じ感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝の拍手を送りましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。今日は月の最初の日曜日です。私たちは聖餐式の時間を持っています。この聖餐式はイエスキリストの救いの御業に対する信仰告白です。だからまだ受け入れていないと思う方はパンと杯回ってきますが取らないでください。おそらくいないんじゃないかなと思っています。いたらと思ってしまうので、この中にですね、今日初めて来られた方っておられますか？シャローム教会初めてですという方、祝福したいのですが、立ち上がっていただくことができたら嬉しいですが、祝福したいです。どうぞどうぞ、はい、歓迎します。あ、ようこそ。もう皆さん、あとはもうベテランですね。シャローム何回目もちゃんともうずっと来てる人ですね。沖縄から来てくださった姉妹でですね、今日は1から3まで全部出るんだということですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。一曲賛美する中で係の方がパンと杯をですね配ってくださいます。それを受け取っていきましょう。Oh
ください。そして一緒に告白したいと思います。このパンは私たちのために裂かれた尊いイエスキリストの御体です。私たちの魂を形作り、キリストの似姿に作り変える。あなたの御体を感謝します。ますますあなたの体として整え、清め、強くしてください。感謝してこのパンに預かります。預かりましょう。杯のシートをめくってください。一緒に告白したいと思います。この杯は私たちのために流された、尊いイエスキリストの血をです。罪を許し、神の子供とし、神のしもべとし、キリストの花嫁とする永遠の契約を感謝します。感謝してこの杯に預かります。預かりましょう。祝福してお祈りします。あなたの契約を、あなたの十字架の御業を、何度でも何度でも私たちは味わい続けます。何度も何度もあなたの恵みを受け取り続けます。あなたが必要です。贖いが必要です。主よ、その中で私たちは守られ、憩い、あなたと出会うことができるから感謝します。感謝してこの聖餐式のための祝福をお祈りいたします。アーメン。感謝します。今度は係の方が殻を集めてくれます。一曲賛美する中で私たちは捧げ物の時間を持っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ーシップチームの方々ありがとうございます。どうぞお座りください。感謝します。いくつかアナウンスをさせてください。まずですね、今日配信ですね、実はさまざまな皆さんの目には見えないんですけれども、配信の方々がいつもですね奉仕し YouTube にアップしたりさまざまなことをしてくださっていることを感謝します。ありがとうございます。もう決して誰にも知られずに奉仕しているんですけれども、本当に大きな、働きです。そしてですね、アメリカの方の、ライブストリームというですね、あの配信のテクノロジーを使っているんですが、そちらのいろいろな契約の変更がありまして、今日がその変わった初日でですね、特にヘロル兄弟がその契約を、英語も分かるし技術もあって交わしてくださりですね、今日の朝8時から来てくれて、そして国際礼拝までいてくれるというですね、そのように奉仕してくれていることを感謝します。本当に大きな感謝です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またですね、私の正面にアハゴン金姉妹も来ていてです、アハゴンじゃないんですね、久しぶりに来てくれていることを感謝します。ありがとうございます。はい、まあ、久しぶりに沖縄から来たので、ぜひですね捕まえて話をしてみてください。よろしくお願いします。今日の予定なんですが、今日はですね第二礼拝後に手作りスイーツの時間があります。お弁当など持ち寄って、またですねおにぎりもちょっと用意してあるので、それを購入されて、交わりの時を持たれるのも良いでしょう。私はお弁当用意しました。目の前ではですね日本電子学院の学園祭やってて、広島焼きが500円で売ってるんですね。まあ、これは豆知識というかプチ情報で、これにしたらよかったなとか、ちょっと私はですね岩井さんと岩井兄弟と話してたんですけれども、あのお祭りだったらいくら行ってもいいですよ。いろんなお祭りがあって、祭りの参加には配慮が必要なところもあるんでしょうけれども、日本電子学院学園祭だったらいくらでもいいです。協力してあげてください。よろしくお願いします。はい、あとですね今後の予定ですけれども、11月の10日はウクレレ教室が1時から1回スペースでございます。また、11月の16日土曜日はネクストジェネレーション礼拝がこの場所で4時半からございます。メッセンジャーは小川匠兄弟です。11月の24日は、教会クワイアリハーサルが1回スペースで1時からございます。よろしくお願いします。はい、あとですね明日の18時から21時のショップはお休みとなります。みちる姉妹は今沖縄に行ってですね奉仕しています。またですね11月の9日も、想定はあるんですけれども、10時から12時の私の時間がですね、私のになっているショップの時間お休みです。この時間チャゴスのコンサートがありますので。はい、あとですねチャーチオブグローリーへのサポートの献金ですが、41,300円捧げられですねお送りすることができることを感謝します。お一人お一人主が報いてくださいますように感謝します。はい、あとですね、来週のことなんですが、11月の10日日曜日第3礼拝はゲストスピーカーが来ます。アメリカの宣教師の方なんですが、イスラエルで30年間ですね仕えている宣教師の方です。ロイ・ケンダル先生というんでしょうかね、英語で書いてあるので読み方間違ってたらごめんなさい、がいらっしゃいます。11月の祈りのウィークは17日からの1週間となります。木曜日ですとかこの場所を使っている時間は1回スペースで祈ることになりますので、よろしくお願いします。はい、あとですね第3礼拝、11月の24日の第3礼拝では平松ののちゃんの献辞式を行います。あとですねチャゴスのコンサート11月の9日今度の土曜日です。10時半会場11時開演、入場は無料でメッセンジャーは私となっています。伝道の機会としてお持ちください。またクリスタルビーズのコンサートは11月30日土曜日の4時から会場、5時開演で四谷区民ホールです。よろしくお願いいたします。あと CS の奉仕者募集して、CS だけじゃないですね、 CS の奉仕者も募集していますが、第二礼拝では照明、アッシャー、パワーポイントの奉仕者を募集しています。よろしくお願いいたします。はい、アナウンスは以上ですね。メッセージの時間に入りたいと思いますけれども、真島先生がまた
先週もだったんじゃないのというですね、そういう疑問がある方もいるかもなんですが、 LINE に流れていた通りですね、慎吾先生パンクしましてですね、あ、慎吾先生がパンクしたんじゃないですよ、慎吾先生の乗ってる車がパンクしましてですね日本語難しいですね、慎吾先生の乗ってる車がパンクしまして、ここに間に合わないということで、私のメッセージということにですね急遽なりました。10時ぐらいに知ったんですけれども、まあですね、よくあるものです。シャローム教会はもう無茶振り教会ですから突然やってくることはですね、もう皆さん覚悟しておいてください、覚悟しておいてください。もうみんなそうです、突然言われることはたくさんあると思います。もちろんそういうふうじゃなく事前準備って大事ですけれども、急遽起こることってあり得るわけですね。私はもうこういう感じはですね、ある意味もう受けたことのあるパンチというか、もう慣れっこというかです。なのでですね、今日はいつも iPad とか用意してるんですけど、 iPad はですねやっても意味なくって、デボーションしたノートをですね印刷して、だいたいメッセージは私はデボーションから語るんです。自分が語られたものをこうさらにこう食べやすい形に整えて提供という感じを心がけています。だからメッセージのために聖書を開くってことはありません。それは私大嫌いなんですね。そうじゃなくて、日々の信仰生活の中で主の前に出ていって、礼拝捧げ御言葉を読む中で受け取ったものをシェアするというふうに私はしています。だからもう基本的にできてるんです。私の準備は毎日の中にあります。別にです、ね、日曜日のためにっていう感じではなくて、ただ iPad には箇条書きにそれメモしてるだけで話で、元はですね主から来て、そして私がもうデボーションしたノートに大体元があるわけですね。感謝します。もう大体慣れっこです。もっときついパンチをですね稲久先生から私はですね、いただいていますので尊敬していますよ、稲久先生。私は愛しています、大好きです。でもですね、無茶振りの度合いは稲久先生の方が激しかったですで、稲久先生の私に対してのメッセージの一番無茶だったのはですね、賛美の最中に電話かかってきて、稲久先生来ないなみたいな時にですね、プーって電話かかってきて、真島兄弟、まだ今日献身者だったんですね、兄弟何ですか、慎吾稲久先生メッセージですよね、はい、でも間に合わないみたいってどう間に合わないって、どういうことだか私は理解できてないんですが、どういうことですかって言ったら、兄弟よろしくってよろしくって何をよろしくなんですかってアナウンス引っ張れってことですかって思ったんですけど、メッセージ変わってほしいということでですねそういうのもありました。そこから比べたらはるかに優しいです。1時間前ですからね、はい、なので、感謝します。そしてもういつも神の前に出ていってるなら、語るべきものは私たちの中にもうすでに与えられています。それをシェアするだけの話です。なのでですね、足りないところはあるかもしれませんが、お許しください。一言お祈りしてですね、御言葉の時間に入っていこうと思います。お祈りします。天のお父様、いつもあなたは私たちと共におられ、いつも私たちを支え守り、いつも私たちを包み愛し、そしてここに集めてくださっていることを覚えて感謝します。今ひとたび神を知るための知恵と啓示の御霊を注ぎ、私たちが御言葉を悟ることができるように、またあなたの似姿に作り変えられていくように、一切のものを一切のものによって満たす方が満ちてくださるように、どうぞ恵みを力を注いでください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。今日はですね、語るところどこなのだろうとですね思い巡らしている中でですね、主が私に示してくださったのは、第二歴代史の5章の13節から14節、この箇所なんですね。ここはですね、実はですね、カリオの祭りのタイミングの記事なんです。だからずっとカリオのことを語る感じになってしまうんですけれども、来週語るとしたらですね、これもうどんどん遅くなるんですね。カリオの祭りはもう先週でも私もう終わったんですが、3日前に終わったんですが、今日語らせてくださいって言って語ってるんですね。そういう意味では1週間繰り上がれてですね、良かったなと思っています。カリオの祭りのタイミングの記事が旧約聖書の中にはふんだんに載っています。でその中の一つなんですね。それは教会がもう栄光の教会というかですね、もう
主の臨在が満ちて、臨在の雲が満ちて、もう奉仕者が、祭司たちが立って奉仕することができない、そういう状況なんですね。これは一つの教会の完成を表しています。私たちの教会で、もうみんな地にひれ伏して立って仕えることができないという状況になったことありますか？日曜日まだないですね。しかし神は誰も見たことがないような、私たちが体験したことがないような、その領域に私たちを必ず進めてくださいます。海の水がこの地を覆うように、神の栄光を知ることがこの地を覆ったことがありますか？でも必ずこれから覆われるんです。主はそうなると言ってるので。で、私たちはですね、全てのもののもとにその栄光が届いていく、そのために私たちは使えています。主の栄光、主の御救い、主の愛、主、その伝えるために私たちが用いられているんですね。そのことを感謝します。主の臨在を届ける私たちはですね、よくこういうことを言うことが人にいるんですけど、臨在の運び屋です。私たち臨在運んでるんです。モーセの幕屋の中においていろんなパンの机だとか、そういうものですね、祭壇にしても何にしても木の棒を通す缶っていうのがついてるんですね。そのことを知ってる方はたくさんいると思うんですけれども、木の缶、木にその金属には聖堂の祭壇とかに缶がついていて、またパンの机に缶がついていて、そこに棒を差し込んで祭司たちが担いで運んでいくわけですね。で、その棒はどうするのかといったら、幕屋を作った時にはもう一回抜いて、そして移動する時に差し込むわけです。ただし主の臨在を象徴する契約の箱の棒は抜かないんです。まあ、解釈はいろいろできるでしょうけれども、一つ私が思うには、その主の臨在とは持ち運ばれていくべきものだということです。私たちを通して、契約の箱は私たちの中にあって、主の臨在は私たちの中にあって、私たちの行く場所に届いてきます。だから私たちがもう出て行って福音を述べ伝えなさいと書いてある通りに、出て行ってそこで弟子を作りなさいと語られている通りに、私たちが使わされている場所に置かれているということはとても大きいことです。アーメンですか？私は牧師になって本当に感謝しているし、この働きは素晴らしいことだと思っています。でも牧師になって一個減ったことがあります。それはですね、クリスチャンとノンクリスチャンと触れ合うということです。未信者と触れ合う機会は圧倒的に減りました。まあ、教会に来た人の対応とかそういうので私の役割があったりする部分が多いので、普段はここにいるわけですね。でも皆さんは今日はここに集まりますけれども、平日はですね、使わされているわけですね。いろんな人と触れ合う、日本なんかもう触れ合う人ほとんどノンクリスチャンだと思って間違いないじゃないですか。 99% ノンクリスチャン。だからもうその人たちに届いていく役目は皆さんに与えられています。ぜひですね、そこに主の平和、主の恵み、それを解き放ってください。愛を解き放ってください。その役目が与えられていることを感謝します。私たちがですね、そのように礼拝者として整えられていくときに、それが集まるとき、私たちがそして一致していくとき、私たちは主の栄光を表す完成した教会になっていけることを信じます。一人一人が成熟し、成熟したものが集まるからこそ教会はですね、完成した形になるわけですね。誰かすごいスーパーヒーローが一人来ればいいってことではないんです。みんなの力が必要です。そして主の力が何より必要です。この御言葉の中には、その栄光の教会の姿の一つが描かれているということができます。カリオの祭りは教会の完成が描かれていますので、このタイミングにこれが行われたということはですね、ふさわしいことなんですね。カリオの祭りのタイミングの記事です。一緒に読みたいと思います。はい、じゃあ読みましょう。3、はい、ラッパを聞き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。14節までいいですか？14節。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。アメン。
このようなですね、栄光の教会の姿を旧約聖書は表現しています。一致の中に完成した教会っていうふうにですね、ヨハネの福音書17章の中でも書いてありますね。ここの第二歴代史の中でも人々祭司たちは一致してるんですね。一致して歌声を響かせって13節戻るといいと思います。13節にそのように書いてあります。一致というものがあります。一致というのはハーモニーのような一致です。私たちそれぞれがもう量産型何かみたいに同じ企画同じ様子そういう感じになるというよりは、楽器ってそれぞれが個性があるわけですね。特徴があります。歌う人でもパートがあります。そのパートがでも同じこう波長同じものを表現しようとして一つ自分の役割をこなしていくとき、その時にまるで一つであるかのようになっていく。それが、木下姉妹がめっちゃうなずいてるんですけど、ハーモニーとかオーケストラとかそういうやつですよね。みんながそれぞれのところをですね、でも全体を意識しながら何か一つのものに向かってそれは捧げられていく、そのような一致の姿ですよね。それがここでもあるわけです。歌う歌いたちはまた楽器を鳴らす者たち、ラッパを吹き鳴らす者はそれぞれですね、ただ一人の神に向かって礼拝捧げて、そこで一致しているんですね。私たちはそのようなですね、主を礼拝する中で一致していきましょう。私たちは誰かの思いを実現するためとかそういうことじゃなくて、主の御思いを成し遂げていく、そのことによって一致していきましょう。それが素晴らしい一致ですね。はい、ここにある完成の絵面というものは、エペソにある花嫁なる教会ですね。教会が教会によりイエス・キリストにあって栄光がよよい常しえまでありますようにというですね、そのような教会の姿、愛に愛を知っていき、その高さ長さ深さ広さを知っていき、そのようにしてその愛で結び合わされて一致していく、そのような姿がエペソのその3章の中で描かれていますね。その祈りの中で、またですね、ヨハネの17章の中で一致の中に完成して、そして私たちが互いに愛し合うことによって一致の中に完成していってっていう教会の姿、そういう教会の姿を聖書は描いています。そしてその時にはこの煙が雲が聖城の中に、満ちていくんですね。宮の中に満ちていく、そのことが起こっていくというのが今日の箇所で分かるところです。これは主の臨在の雲だというふうによく言われますね。社会なグローリーとか、そういうふうに言われますけれども、これはですね、ある意味別の言い方をするのであれば、大祭司がたくこの煙ということもできるんです。大祭司はこの煙を至聖所に焚きます。そしてそこに入っていくんです。レビ記です。レビ記の16章12節から13節。レビ記16章12節から13節出るでしょうか。そこにそのことが書いてあります。大祭司は至聖所に入る前にその香の壇で香を焚くんですね。そして至聖所を煙で満たしてからそこに入っていきます。その臨在の中に入っていきます。一緒に読みたいと思います。3、はい、主の前の祭壇から火皿いっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香とを取り、垂れ幕の内側に持って入る。13節、その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。アメン。そうしないと死んじゃうそうです。もうあまりにも清いものを直視するのでもう死んじゃうんだそうです。だから雲で覆っておくんですね。それは雲というふうにここでも表現されていたりするんですけれども、そのようなもの、香の壇からたかれる立ち上る煙、それもこの臨在の雲と同じものとして表現されています。私たちが礼拝者として生贄を捧げ、香を焚き、神の前に立ち上らせる礼拝というのは大事なものですね。これは私たちを神に近づけていくものです。生贄っていうものは私たちを神に近づけていきます。私たちが礼拝を捧げるとき、賛美の生贄、感謝の生贄、喜びの生贄、そういうものを捧げますが、また祈りの香を神の前に立ち上らせますが、こうして捧げる一つ一つの生贄というものは私たちを神に近づけるものです。礼拝は神に近づいていくための方法と言ってもいいでしょう。で、そもそも生贄という言葉はですね、コルバンという言葉が使われています。またマルコの福音書の中で、
親にあげるものはもうコルバンになりましたと言えば、それを思って親をたっ飛ばなくていいとかってあなた方は言ってますねとかってイエス様に叱責されてますね。あそこでコルバンという言葉が新約聖書の中で使われていますけれども、あのコルバンという言葉は実はその語源ヘブル語においてはカーラブという言葉なんです。カーラブという言葉がコルバンの語源なんですが、カーラブとはどういう意味かといったら近づくという意味です。生贄は私たちを神に近づけていくんです。私たちは日々礼拝者でありましょう。神に植えかばえていますか？神が必要ですか？私たちは主がどうしてもおられなければならないですか？であるならば私たちは生贄を捧げましょう。そして神に近づいていくんです。今のままで満足ですか？揺るがされていてもいいんだ、ここはもう地上にいる間我慢我慢って地上の生涯が終わればってやりますか？そんな我慢は不健康です。神に近づいていってより揺るがないものに変えられていくべきです。もっと私たちはですね、幸いなものになっていきます。何が幸いかといったら主のそばにいることが幸いなんです。そのことをですね、体験していきたいですか？ならば私たち生贄捧げましょう。そうしたら知っていきます。まだ知らなかったイエス様を、まだ味わったことがない神のその臨在を、神ご自身を私たちは体験するようになっていけることを感謝します。それは何にも変えがたいものですね。なぜなら私たち人間は神によってしか満たされない領域を抱えていますので、そこを満たすことができるのはお金ではありません。私たち食べ物では満たせないんです。主だけです。主が満たしてくれます。なので近づいていく、そのような礼拝者であるということはとても重要なことです。そしてですね、最も重要なというかですね、そのような礼拝は自らを神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げるという生贄の捧げ方です。これはですね、霊的な礼拝ですって皆さんの第3版では書かれていると思います。ギリシャ語で見るならば理にかなった礼拝ですっていう方が言語の直訳に近いです。理にかなった礼拝だというふうに言われるものです。霊的な礼拝です。自分自身を捧げるという生贄です。その時に私たちはこの香を立ち上らせるんです。生贄を捧げたら生贄焼くから、そこには煙が立ち上りますね。そのように私たち自身が生贄として捧げられる時、私たちを通して天に立ち上る香りというものがあるんです。それが神をお喜ばせするんですね。はい、これはベタニアのマリアの出来事がとてもよくこのことをですね、表現している箇所だなと私は思うんですね。ベタニアのマリアは素晴らしい礼拝を捧げましたね。それは福音が語れるとこならどこでもこのことは記念として語られますっていうほどにイエス様を感動させたものです。それは何かといったら、石膏の壺を割って中にある香油をイエス様に注ぎかけたということですね。それアラバスターボックスとか英語のでは言いますけれども、その石膏の壺を割って、あの石膏の壺は彼女にとってはもう命そのものだったんです。貧しい町でした、貧しい村でした。彼女の住んでいるところはそこの中の貧しい家であったにもかかわらず、彼女の持っていた香油はもう高価なものだったんです。それは自分がいずれ結婚して人生をまた再スタートしていくその時のため の、 あの花嫁道具だったんです。あれは結婚の道具だったんです。もうこれから新しいスタート、自分の夢に満ちた生涯の再スタートのためにこれは必要だ、そう思って取っておいた、もう彼らの彼女たちの持っている財産では手に入れることのできないほどにたっといものだったんです。でもそれを割って注ぎかけたんです。もうあれは自分の彼女にとっては自分の命そのものです。でもそれを捧げたんですね。その時にその部屋はこうその香りで満ちたって書いてあるんですね。それはある意味このことと似てると思います。自分自身の命を捧げて、自分自身の体を捧げて、そして香を立ち上らせる、そのことの一つの例だと思います。ちなみにですけれども、このシーンでその香りが満ちたって書いてある香りはギリシャ語でですね、オスメイって言葉が使われます。で、オスメイって言葉はですね、香りと訳されるんですが、それの一番最初に使われるのはこのエピソードなんですね。ヨハネの福音書なんですよ。そこまでこのオスメイ使われないんです、はい、その後にこの自分自身を捧げて、そして香りを立ち上らせる、
ということはですね、頻繁にその後語られる、手紙の中で語られるんですが、最初はこのベタニアのマリアの出来事です。まあ、そのシーンのことをですね、もう一回御言葉で見てみましょうか。ヨハネの福音書12章の3節、ここです。一緒に読みたいと思います。3、はい。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。アメン。これですね、ここがオスメイという言葉が使われています。香油で部屋が満たされたんですね。はい、私たちはこのベタニアのマリアから礼拝者としてのこの香りの香、臨在の煙というか、大祭司が立ち上らせたその香の煙、それを立ち上らせるまでのステップをちょっと見てみたいと思います。今日はですね、3ステップ見たいと思います。1個目のステップ、それはですね、御言葉と御霊にの語りかけを受けるために主のもとにまず行くということです。ベタニアのマリアはどうしても私たち信仰者がしなければならないただ一つのことをやっていたんですね。それは主の前にひざまずき、御言葉に聞き入るということです。聞き入るということは当然聞き従うためにです。何をしたらいいんですか主よと。そのためにですね、ベタニアのマリアはもうひざまずいていたんですね。その姿勢、それは私たちにとって重要なものです。なぜなら御言葉が私たちの道を照らすからです。御言葉が私たちの人生を導くからです。御言葉で語られたならそのことは実現するからです。なのでまず聞くということからしか信仰の道は始まりません。私たちの思いつきで信仰が始まるんですか？私たちが強く思い込んで信じたらいいんですか？そういうことではないんです。神が語ってくださったことはその通りになると信じる、そのことが信仰です。勝手な思い込みではないんです。イワシの頭も信心という言葉があります。イワシの頭信じたらいいんですか？いずれイワシの頭は裏切りますよ。これは神じゃなかったって、もうそんな当たり前ですよ。イワシの頭です。それはそうじゃない。私たちが崇め、尊び、求めるもの、それは主の御言葉です。これを受け取っていくということがどうしても彼女がしなければならない一つのことだったんです。でイエス様はそれを褒めたんです。いやいやいや、やるべきことっていうのはそんなに多くない、いやただ一つだよと、そういうふうに言って、私それはベタニアのマリアがひざまずいて御言葉に聞き入っていたことです。私たちはそのように主の前にひざまずき聞き入る、そのような生活を私たちのライフスタイルの中に確立していきましょう。それは私たちの人生を豊かにします。命を豊かにさせていきます。揺るがないものにしていきます。さまざまな祝福を与えていきます。キリストの姿に作り変えていきます。神の栄光臨在を届けていくものとして私たちを用いられるようになっていきます。私たちをまず聞き入りましょう。信仰は聞くことからです。華々しい栄光勝利、そのようなものは必ず地味なものから始まります。目に見える素晴らしいもの、それは見えないものから始まります。すべてのものが目に見えない神の言葉から始まっています。アーメンですか？神の言葉から始まるんです。アーメンですか？神の言葉から始まらなければならないんです。アーメンですか？では神の言葉を受け取りましょう。それすべてを始めていきます。私たちですね、それをするということのために時間を性別するということは尊いことです。そして私たちの人生にとても有益なことです。はい、地味なことです。これはでも本当に誰からも評価されない、何やってるのってなるでしょう。実際にですね、マリアのお姉さん、マルタはですね、マリアのやってることを批判したんです。イエス様を通してまでですね、イエス様なんとも思わないんですか、うちの妹見てくださいこんなですよと、私こんなやってるのに何もしてないみたいに言ったんですよ。私たちも御言葉に聞き入って礼拝捧げてるのはある意味、主を認めていない人たちから特に何にもしてないかのように見られることもあるでしょう。あ、なんて生産的じゃないことしてるんだって見られる、そういうことはあるでしょう。でもですね、私たちは諦めないで、なんとかこの時間性別してください。工夫が必要です。もちろんですね、喧嘩は良くないから、その状況を作るの難しい人は知恵使ってください。慎吾先生はトイレの中で祈ったって、職場でそういう話をよくしています。まあ、職場でいきなり祈り始めるとですね、おいおい今仕事中だよとかいろいろ言われるでしょう。でもトイレだったらある程度祈る自由があったりする。心の中で祈ることは誰にも止められない、いろいろあると思います。そういうのはですね、工夫が必要な場合があります。私たち牧師はあまりにも祈るべきですね、場所と時間が潤沢に提供されているので、
皆さんの苦労を忘れてしまうことがあります。でも私自身も祈ることに対して本当に簡単じゃなかったことはあります。朝から晩まで働いたこともあるから、そのための時間を設けることは難しかったこともあります。でも今振り返ってみても必要だったなと思っています。今ほど潤沢な時間の長さではなかった、ちっちゃな時間だったけれども、その時間は私にとってどうしてもなければならない時間であったということを思い返せば思います。ぜひ短くてもいいです。その時間を確立してください。それは私たちの人生にとって欠かせないものになるでしょう。地味です。バスケで NBA で最近活躍したようになったっていうですね、インターネットでニュース見たですね、河村選手知ってますか？ポイントガードでですね、めっちゃ速いんですよね。こうヒャッてすごいスピードで切り込んでいく、そういう選手なんですけれども、NBA 行ったんですね。アメリカで人気あるスポーツって言ったらアメフト、バスケ、そして野球、この3つなんですけど、もうバスケめちゃくちゃ人気あるスポーツです。そしてレベルが当然高いわけですね。そこに渡米して今活躍を始めている河村選手ですけども、河村選手はですね、日本にいる頃もう毎日地味なシュート練習をですね、600本は最低やったって言ってます。毎日600、もう何を言われようととにかく続けた。またですね、大谷だってあんなにですね、ドジャースで優勝して騒がれて、私はですね、もう大好きです。大谷応援してます。なんならですね、ドジャースもう1回ぐらい負けてもう一戦ぐらい見せてくれないかなって、ちょっとですね、3-0 で勝ってる時にはですね、ヤンキースを 3敗させた時にはもうちょっと負けてくれたら試合長く見れるのにとかですね、いろいろ思ってたんですけれども、まあ4-1で勝っちゃいましたね。大谷もオフの時どう過ごすのかって言ったら、もう朝起きてご飯食べたら練習ですよ。もう筋トレ、練習、地道なサーキットトレーニング、そういうものをですね、地道に地道にこなしていく。6時間やるんですよ。オフが6時間の練習ってどういうことですか。もうもはやですね、オーバーワークじゃないかなと思うぐらいですね、毎日そう言ってコツ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 筋トレしたり練習に取り組んでいる。それが実を結ぶんです。華々しいところだけじゃないんです。大谷なんか一試合で活躍するのなんて10分ぐらいですよ。4回ぐらいしか打席立たないから。でもその10分のために彼は1週間の中のほとんどの時間をトレーニングに費やしているんです。地道なことが大事です。それは私たちの信仰生活にとっても同じです。何か素晴らしい御業をするとか、もう人々が伝道して救われていくとか、そういうなんかこう華々しいと思えるようなことある、その陰には地味なことがいつもあります。でそれを尊ばなければ私たちは本当にしっかりした信仰者として歩んでいくことは難しいです。だからこの御言葉と御霊を受け取るために主の前に行くクリスチャンでありましょう。それが1番目のポイントです。2番目のポイント、それはですね、恐れずに御言葉を行うために踏み出すということです。聞くだけのものであってはなりませんと聖書は言うわけですね。だから聞いたらそれに従うということは、セットです。ベタニアのマリアがそうであったように、これ聞くことは行うために聞いているわけですね。そしてですね、恐ろしいことにですね、聞いて行わないっていうのは一番良くないんです。なぜならば、だったら聞かなかった方がいいのですって聖書に書いてあるんですね。言われたからには神は期待して私たちにその玉を放っています。そして私たちがそれにレスポンスしていくってことは、重要なことなんですね。でそこには簡単じゃないとか、本当かなと思うこととか、怖いなって思うこととかあるんです。でも恐れずに一歩踏み出して従ってみるっていうことはですね、とても大事なことだと私は思います。御言葉にはそれだけの重みがあるということをですね、私たちはさらに深く悟っていきましょう。御言葉には重みがあります。主が探しているのは御言葉に恐れおののいているものであるって書いてありますよ。イザヤ書の66章を見ると、イザヤ書の66章は本当に教会の完成の状況の姿の情景が書いてあるんですけど、それをその時の信徒の姿って御言葉に恐れおののくものだそうです。そういうような神に対しての畏怖の念というか、尊ぶことの極まった姿というか、そういうものを神と神の言葉に対して持っているということは重要なことです。
はい、ピリピの2章の12節ここを読みましょうか。私ちょっと違うことが頭をよぎったんですが、それを言うと、私の家族のことを言うことになって、家族からですね、後でブーイングがやってくるんですねお父さんまた家のことをバラしたでしょうとか言われてしまうので、もう一回言わんときた方がいいです。はい、ピリピの2章12節いきましょう。ピリピの2章の12節一緒に読みましょう。3、はい、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい。アメン。このように私たちですね、神に対して、また神の言葉に対して恐れる心を持っていくものになりましょう。そうして私たちは救いの達成に至っていくんです。これ私たち信仰者がますます学んでいくべきものだということですね。そのためにですね、神以外を恐れないということですね、その姿が正しい姿であるということをまず自分自身に言い聞かせましょう。私たちは多くのものを恐れてしまいます。天気が心配、預金残高が心配、また人からの評判が心配、いろんなものを恐れることですね、私たちありますね。私だけじゃないはずです。ふっとそういうものが恐れとしてやってくるということ。でもですね、神以外を恐れない姿が正しい姿であるということですね、私たちは学び続けていきましょう。その度に主に信頼を寄せましょう。そして神は必ず私たちを守られます。はい、でも私たちはですね、それを学んでいくためにですね、どうしても礼拝の生活がベースに必要です。なぜならば、私たちが受けているのは恐れの礼ではなくて、子としてくださる御霊だからです。御霊に満たされていくことなしに、私たちがそのこの世での恐れというものに対して勝利していくのは難しいです。なので、御霊に満たされていくということは、恐れから私たちがですね、一歩踏み出していくためにどうしても必要な神の助けです。私たちの力では一歩踏み出すことすらできない、そんなものであるということをまず認めましょう。でも主は私たちを必ず突き動かす力になってくれるんです。主は私たちを守る盾、その通り、主は私たちの力です。アーメンですか。なので、私たちの力になってくれるので、私たちを御霊で満たされたクリスチャンになっていきましょう。そして初めて従っていくということに一歩踏み出すことができます。はい、そうして私たちをですね、神の愛というものを全うさせていくわけですね。第一ヨハネの2章の5節、第一ヨハネ2章の5節、私たちは十字架の愛を人々に届けていく、その役目が与えられているんですけど、そうやって恐れずに私たちが一歩踏み出していくということで、私たちはですね、その愛を届けるために用いられることができます。第一ヨハネの2章の5節一緒に読みましょう。3、はい、しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かります。アメン。こう書いてありますから、3番目のポイントです。これは2番目ともまたつながっているんですけれども、私たちが恐れずに従うということの中でも特にこのことを尊ぶということです。それはですね、恐れずに人を愛するということです。それをとても大事にするということです。なぜならこれは主が与えてくださった唯一の戒めにつながっているからです。主が私たちを愛してくださっているように、互いに私たちが愛し合うということ、そのことに対して私たちは恐れを締め出していく必要があります。そうなっていくとき、私たちは一致の中に完成した教会、栄光の教会、そのような教会になっていけることを感謝します。だから愛することにおいて恐れを締め出していく、恐れずに人を愛するために私たちを踏み出していくということは大事なことです。愛の行いとか親切な行いっていうのはたくさんあって、それはもういろいろその人によって違う表現というものがあると思います。でも大体のことはですね、声をかけるとか親切にするとか、物を分かち合うとか、そういう姿、そういう形、そういうものであると私は思います。でですね、そこには恐れが伴うことって結構あるんです。例えば神が声をかけなさいって言うけど、苦手な人だなって思う、そういうことないですか。でも神はエコひいきするな、誰であろうと受け入れて愛するんだというので、苦手だな、この間なんか言われたしなとか、そういうことでですね、しょげずに笑顔で挨拶とか、そういうのってですね、一歩踏み込む勇気が必要なんですね。でもそうやって挨拶して突破して話してみたら、案外、ああ
もうこの人はあのことをなんかすっかり後ろに投げ合っていて、そして私といい関係を持つことができるんだっていう実感を味わってきたりするんですね。だから踏み出してみるってとっても大事なことです。踏み出すまではいつまでも山田怒ってんじゃないか、私のこと嫌ってんじゃないかっていう、そういう疑いって払拭されづらいですよ。でも踏み出した時に払拭され、そこにある身を成熟させることができる、それって起こってくるんですね。恐れずにっていうことに関して私はしょっちゅうですね、皆さんに言うんですけど、私がめちゃくちゃ学んだのはですね、西武新宿線です。西武新宿線でしょっちゅう学びました。席譲ります。私はですね、年を取られた方とかですね、不自由な方いたらですね、席譲るんです。でもですね、席譲ったらみんながですね、あ嬉しいってなるかって言ったら、そうとは限らないんですよ。次降りますからみたいに言ってですね、跳ね返されることとか、私はそんな年じゃないみたいな感じで跳ね返されることとか結構あってですね、デリケートです。デリケートさがあります。でも皆さんどうですか、もう年を取って腰が曲がったような方がですねいたら、そのまま、いや跳ね返されるの嫌だしな、下見とこうとかってそうやりますか。いやもう私ですね、両親の咎めがですねやってきて、そんなことをしたらですね、多分しばらく悔い改めないとですね、もうちょっと本当ごめんなさいって気分になると思います。で私はですね、主に押し出されて言うんです、どうぞどうぞってやります。でもですね、私はそんな善良な人物として育っていないので、皆さんの中の半分以上の人は私の育ちを知っておられるでしょうけれども、まあ自分勝手、まあわがままで傍若無人というかですね、そういう私は育ち方をしてきたわけですよ。むしろ法律を守らない人間というような生き方を若かりし頃はしてきてるわけです。若かりし、二十歳過ぎてやってるな、そういう人間です。で席譲るなんてもってのほかっていうか、もってのほかちょっと一回ぐらい譲ったことあります。でももうやらない、そういうことに神経配ってなかった、むしろもうドカッと開いて席二つぐらい取って座っちゃうみたいな迷惑客、それが私だったわけです。でも主は私を作り変えてくれるわけですね。いや心痛いなとかって思うわけです。でどうぞどうぞって譲ります。最初はやったことないのでこうなんかドキドキするんですよ。譲ったことない人が譲るってめちゃめちゃドキドキするんですよ。怖いなって思っちゃうんですね。でもですね、やると感謝されます。感謝されること多いです。はい、私電車の中でですね、障害者の方を付き添っている、まあ、そういう奉仕というかサービスをしている方いますね。車椅子に座って体の不自由な方が電車に乗ってたんですね、西武新宿の中で。でその中で、座ってたんですけど、その付き添っている介護の方がめちゃくちゃ冷たかったんですね。割と混んでる電車の中で、まあいい人めちゃくちゃいるんですよ。教会にも介護の仕事をしてる方いて献身的に使えてるんだなって思うんですけど、その方はちょっと冷たかったんです。でもううざいみたいに言ったりとか、もう下手したら手を出してしまうんじゃないかなっていうぐらいの勢いで叱りつけてっていう感じだったんですね、その介護してる人に対して。でみんなほーって思いながらも見守っていたんですけど、私もシューッと思いながら祈ってたんですけど、でその中でですね、その人が、体の不自由な人がですね、こうなんか痛い痛いみたいにこと言ってたので、ちょっと私はですね押し出されてそこに入っていってしまったんですね。私教会で牧師してまして、ちょっと祝福するのを仕事なので仕事していいですかって言ってちょっと手を置いて祈るとかそういうことしてもいいですかって言って、ああもうその人はもう唖然としててですね、はあと何とも言わず、じゃあいますみたいな感じで私は祈ったんですね。この方に癒しがありますように、イエス様のみんなでアーメン、じゃあって言って私は降りていったんです。でまあ恥ずかしいか恥ずかしくないかって言ったらですね、勇気いるんですよこれですね。私そんなですね感情がもうなんか何されても感じないとかそんなことないですよ。喜ぶときは嬉しいし、痛いときは痛い、
そういう人間です。でもなんかこう主にあって大胆にされたんですね、その時は。でもそういうことってありますよ。後で電車から降りたらですね、一緒の車両に乗ってたですね、女性が私を引き止めてきて、あなたどこの教会なのって、おお新宿シャロームです、私そこに行ってみようと思うとかって言いましたよ。はい、だから私たちですね、恐れずに踏み込んでいくって大事なことだなと思います。人を愛することにですね、恐れてしまうことがありますので、で私たちが恐れずに愛するためにですね、人を愛するために踏み出していくとき、私たちは恐れを締め出していき、神の愛を全うしていくんですね。そう聖書は書いてあります。第一ヨハネの4章12節一緒に読みたいと思います。3、はい、未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。アメン。こう書いてありますね。恐れは締め出されていきます。第一ヨハネの4章の18節一緒にいいですか、読みましょう。3、はい、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。アメン。こう書いてあるんですね。イエス様も十字架の愛を表すときに持っていたものは、恥ずかしめをものともせずに前進していくほどの愛の情熱です。私たちを取り戻すために、私たちをあがなうために、道地をお喜ばせするために、そのために恥ずかしめをものともせずにですね、愛に燃やされて十字架の御業を成し遂げたんですね。だから私たちですね、同じように神が火をつけてくれた聖霊の火によって、神が与えてくださった愛の炎にあって、私たちは恐れずに愛するものになりましょう。はい、むやみやたらにやるとデリケートじゃないなって言われることもあるから、こういうのって難しいんですけれども、でも恐れて引っ込んでしまうのは一番よくありません。むしろ失敗したら学んでいきますから、ちょっと踏み出すぐらいであってください。そして、ああこうしなきゃいけないんだって学んでいったらすごく前進できます。でも恐れて何もしないんだって決めたら、一歩たりとも前進しません。それは何も成し遂げないんです。それよりは失敗してでも一歩踏み出した方がいいです。憎む者が口づけするよりは、愛する者が人を傷つける方が真実だっていうふうに箴言では書いてあります。だから私たちが愛の行いに踏み出そうと思うんだけれども、私たちの至らなさのゆえに傷つけてしまうことってたまに起こるんです。でも諦めるなよと、その御言葉は励ましているように私は感じて励まされています。皆さんもそうであってくだほしいと思っています。恐れずに愛せるものでありましょう。そして神の御旨というものは実現されていきます。十字架の愛というものが表されていき、神の一致が生み出されていきます。そして一致の中に完成した教会というものが生まれていきます。そのように自分自身の体を捧げて、自分自身を捧げて生贄として捧げるとき、その時にこのキリストの香りというか、立ち上る最上の香の香りというものが宮に満ちてくるんですね。なぜならイエス様もその十字架の御業、ご自身の身を捧げた十字架の愛によって香ばしい香りをお捧げになったからです。エペソの手紙の5章の2節そこにこう書いてあります。これがその至聖所に満ちる香の香りであり、教会の完成の時に満ちている臨在であり、なおかつこちらから捧げる香の煙ということができると私は思っています。エペソの5章の2節一緒に読みたいと思います。3、はい、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。アーメン。だから私たちも私たち自身を捧げましょう。そして香ばしい香りを捧げましょう。その臨在が至聖所に満ちるなら、それは栄光の姿の教会の姿です。そのように私たちですね、できる祭司として用いられることを感謝します。この香ばしい香りって書かれているのは、そのオスメイのまた変化形でユーオデアっていうんです。ユーオデアっていうですね、演奏するグループありますよね。それはここから取ってるんですね。ユーオデアはそのチラシを見ると、ユーオデア、それはギリシャ語で最上の香りという意味ですって書いてあるんです。では最上の香りなんです。最も尊い香りっていうものを立ち上らせるんだっていう思いで、彼らはこの生贄を捧げているという、そういうことですよね。
同じように私たちは楽器はできないかもしれないけど、できる人いますけどね、できないかもしれないけれども、私たちはこの生き方を持ってその香りを捧げることができます。そしてそれは霊的な礼拝であって、その宮を満たし完成と導くものです。私たちはそのように、教会の完成を願っていきましょう。まだ起きたことはないけども、まだ見たことがないことが必ず起こる。それが神の国です。なのでそのことを願っていきたいと思います。一言お祈りしたいと思います。ワーシップチームの方々、ぜひいらしてください。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちのためにご自身をお捧げになった、その御業を褒めたたえます。その愛と恵みを今日も受け取ります。それゆえに私たちは絶えずあなたの恵みで、あなたの愛で満たしてください。あなたの霊で満たしてください。あなたの愛の炎で燃やしてください。聖霊の火で教会を燃やしてください。あなたの栄光を表すために私たちを使ってください。主よ、十字架の愛がこの地上に表されますように、あなたの栄光を知ることがこの地を覆うようになりますように、感謝します。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。立ち上がれる方は立ち上がり、賛美を捧げましょう。私たち一同にシャローム教会に成就しますように。第2コリントの2章15節、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。アーメン。私たちの使わされているその場所場所に、私たちがキリストの香りを、キリストの臨在を届けていくことができますように。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、
天の父の愛、聖霊の親しき交わりが私たちすべてのものと共にありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。主に感謝の拍手を送りましょう。これをもって第2礼拝を閉じたいと思います。感謝します。